もう、あれに近づくわけ？起こすんじゃねえぞ。ここまでかって思ったよ。さすがにあれと戦うのはやべえか。無理だと思った方がいい。ここは気持ちいいな。そうだな。準備はできているか。あ、よし、行くか。着いたぞ。ああ。ガーディナにようこそ。チェックインしないのか。別に俺はテントでもいいぜ。
おお、俺新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品でごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。何癖つけたお詫びに情報、君らがもらった金貨、あれカンナギ就任記念硬貨、あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝、はい俺の作品ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど、宿代にでも使っちまえってな雰囲気。そうそう、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。どう言って船を動かしてんだが、職業柄ってことなんだろうが。出発準備できたって何？原石すげえ喜んでたな。作品くれたし。頼んだら何か作ってくれるかな。高くつくんじゃねえか。でも世界に一つだからな。ここ猫が食えそうなものってあるか。新しい冷やかしかしら。え？あ、いや、あ、あっちに猫が冗談よ、事情は分かってるわ。あの子のご飯なら作ってあげる。ただ材料がね、今からお客さんに出す分で最後なの。だからこの魚を一匹調達してきてね。いい匂い。ガーディナにようこそ。ほっ。お疲れ様。ちょっと待っててね。あなたいい人ね。でも気をつけなさい。猫って執着するし、何より美食家よ。美食家ね。下手なご飯じゃ満足しないの。はい、これ持ってってあげてね。お帰りなさい。取れたてのお魚はいかがですか。それじゃ頼むわね。怪我だけしないようにね。できたぞ。この贅沢猫懐かれたっぽい。どうだろう、執着されてしまうかもな。されちまうと大変だぜ。行くか。グラディオ、行くぞ。おいや。
みんな立てば、ね、ほら、これで決めよう。調子いいじゃねえか。ほら行くぞ。さて、どうだ。行くぞ。うん。よろしく。ありがとな。頼むな。よっ、うり、だ、お帰りなさい。お疲れ様。ご注文をお伺いします。こいつ強い。